湯だ、鍋だ、爆発だ。あのさ、道のど真ん中でニヤニヤしながら握り拳作るのやめてよね。みんな遠巻きにこっち見てるんだけど。いいからやめなさいっての。いつまでもバカやってたら遅刻しちゃうでしょ。ほらさっさと来る。何？また変なことしたら殴るからね。だから何？仕方ないでしょ。ヒロトが転入してきてからいろいろあったし、これで距離置いてたらかえって不自然なんだから。それにヒロトがうちにいた頃は一緒に登下校してたんだし。よう、お二人さん、今日も仲いいね。別にいいわよ、これくらい。今までヒロトのせいで被った苦労に比べれば大したことじゃないでしょ、こんなの。わかればよろしい。ほら、行くわよヒロト。ほら、さっさと歩く。あっせ。なかなか引き締まったいい背中じゃないか。俺としてはすべすべの手触りが欲しいところだがな。釣れないこと言うなよ兄弟。冷え性な俺の手がぬくもりを求めていたんだ。まあ本来であればひなちゃんみたいな乙女の柔肌でこのかじかんだ指先を温めてほしいんだが。殴るわよ。知ってる、だからやんない。おはようございます。あ、でも美咲ちゃんなら大丈夫か。ん？何の話かな。いや何、最近朝寒くなってきたっしょ。はあ。手がかじかんじゃうとノートに書く字もヨレヨレになっちゃうじゃない。
だからこうして肌と肌を触れ合わせて、お互い寒空で冷え切った心と体を温め合おうと。ひなちゃん、カバンの角は地味に痛いんすけど。酒井くんが美咲を困らせてるからでしょうが。ごくありふれたスキンシップだよ。ごくありふれたセクハラでしょ。とりあえず手を。おお、これはうっかり。ま、要するに最近寒くなったねっていうありふれた世間話さ。おう、夏は女性の薄着を目で、冬は人肌のぬくもりを求める。お前は違うというのか、ヒロト。けっ、このムッツリーニメ。でも確かに最近急に寒くなったって感じはするよね。うんうん、そうだよね。だから美咲ちゃん、よかったら俺と温めよう。いい加減にしなさい。おかな、なかなか息の合った攻撃だったぜ。愛のパワーってやつか。もう一発いっとく。ノーサンキュー。でも寒いのは確かだし、そろそろお鍋が美味しい季節だよね。あ、いいね。大根、椎茸、白菜に湯豆腐、耳を澄ませば聞こえてくる鍋の煮立つ音。うん、もしかして酒井くん鍋奉行とか。ふっ、悪を取らせれば天下一品。誰が呼んだか悪キラーの酒井陸太、俺のことさ。こたつにはまだちょっと早いけど、一つの鍋を二人で囲んで、いつしか二人の距離は縮まり、そのままこたつの上や下でくんずほぐれつ。なんだよヒロト、お前は女の子と一緒に食べる鍋が悪まみれでもいいというのか。どうしたの？急に黙っちゃったりして。あんたそんなにきつい生活だったの？じゃあどういう問題なんだよ。すまん、俺が悪かった。頑張って生きていればきっといいことがありますよ、鴨下くん。ヒロト、今夜は鍋にしようね。
ご注文を繰り返します。特選みなもランチのライス大盛りにクラブハウスサンド、セットのドリンクはホットコーヒーを、食後に。ご注文は以上でよろしいでしょうか。それでは少々お待ちくださいませ。お待たせしました、網焼きハンバーグです。暑くなっているのでお気をつけくださいませ。ご注文は以上でお揃いでしょうか。トト、悪いな、通るぞ。気をつけてね、クラスさん。かわいい、お持ち帰りしたい。ああ、任せとけって。ご注文を繰り返します。ピアケロカレーとコーヒーのセットがお一つ。あ、やっぱそれやめて、こっちのバスク風カニグラタンっていうのを一つ。失礼いたしました。もう一度確認させていただきます。バスク風カニグラタンとコーヒーのセットが。はい、ありがとうございます。お会計860円になります。じゃあ、はい、学生証お預かりいたします。どうもありがとうございました。またお越しくださいませ。おい、美咲、今日の晩飯なんだ。この後スーパーに寄ってって適当に決めようかなって思ってたけど、お姉ちゃんは何が食べたい？何でもいいけど、やっぱ肉が食いたいかな。ねえねえ、さくらちゃん、さくらちゃんの家ってどっちの方向だっけ？西側の方なのです。偶然だな。実は俺の寮も同じ方向でさ。それは一昨日も聞いたのですよ。あれ、そうだっけ。あ、葵先輩、ホールのマニュアルでちょっと質問があるんですけど。はいはい、どれですか。ビヤビヤ、8ページのですね。なんだよ、うっせえな。もう仕事は終わってんだから別にいいだろ。終わってないのですか。なんだよ、女の子たちと仲良くする方法か。そんなもん一人で考えろよ、職権乱用だぜ。なんか問題でもあったか。もしかしてほとりつぶしなのですか。冬フェアについてですか。何よ、冬フェアって。デザインも可愛いしお気に入りだったのですが。へえ、何作るか決まってんのか。
決意のほどは分かったから、話進めてくれないかな、鴨下店長さん。冬向きのメニューですか。冬っつうと中華まんか。お芋とかラーメンもありますね。お鍋もいいですね。日本の伝統なのです。あー、ダメダメ、こいつ鍋料理なんて見たこともないらしいし。はあ、そうなのですか、ヒロト先輩。そんな。まあ鍋もいいけど、おでんとかもどうだ。三角こんにゃく、ガンモにナルト巻き、耳を澄ませばガード下の屋台で流れるラジオの野球中継がホラー。わかるわかる。酒井くん、今朝は鍋って言ってなかったっけ。鍋もいいけどな、やっぱおでんだよ。何よりも形がいい。おでんといえばこの形、これは譲れないね。ふん、分かっていないな。俺たちにはミュ姉さんがいるんだぞ。あ、俺か。姉さんがこれを持って給仕しているところを想像してみろ。だろだろ。そうですね。何言ってんだお前ら。お、わかったか、ヒロト。ああ。何でしょう。さあ、お前ら人を出しにして勝手なこと言ってんじゃねえ。まあまあ、ミュー姉さん、ちょうどここにおでん缶がありますから、串でつないでと。とりあえずだよ、とりあえず。で、ミュネさん、持って持って。お、おう。あー、ぴったりですね。お、お姉ちゃん。どうしたのみんな。酒井くん、ダメです、逃げてください。は、もしくは祈ってください。そりゃ俺がチビってことか。ほら、てめえ死なない覚悟はあるんだろうな。いや、そのついうっかり。美咲ちゃん、ヘルプ。お姉ちゃん。なんだ。ほどほどにしとかなきゃダメだからね。ああ、ほどほどに死ぬくらいとどめさせてやる。いや、美咲ちゃん、目で目で、タオル投げて、SOS。 ただの人間にゃ興味はねえ。
っきの話じゃないけど、お鍋が無難じゃない？イノシシ鍋とか湯豆腐鍋とか、和食系のお店じゃ結構やっているし。いえいえ、鍋は日本の心ですから、合わないなんてことは絶対ないのです。そこまで力説しなくてもいいと思うけど。試食するってこと？立派な志なのです。私は一生先輩についていくです。そういうことでしたら、この負傷。ああ、ちょっと落ち着け、さくら。みゆさん、話してください。この星座一軍のチャンスを。俺だよ。任せてみろって。古くから親しまれた鍋料理の神髄、見せてやろうじゃん。よっしゃ。第1回ピアキャロット新メニュー合戦。男たちの熱い魂が今ぶつかる。ああ、何よりも話題性があるだろう。面白いと思います。あ、どうやって暗くしましょう？なら闇鍋を注文したところはブース状にしてみたらいいんじゃない？紅あいたに暗幕とか垂らして。でもそうなると注文来るたびにドタバタするんじゃねえか？じゃあ最初からお店の一部を仕切りで囲ってみたらどうでしょうか？まずは実際にやってみませんか？案ずるより産むが安しって言いますし。真っ暗ですね。
キするわね。この状態で材料を透過していくわけですけど、ちょっと危険かもしれませんね。大丈夫だって、俺嫁聞くし。そうですか、ならいいのですが。いや、こっちが用意したメニューを使ってもらう。闇鍋セットとかにして、材料はわからないようにな。まあ今回は俺がいろいろと持ってきたから、それを使うけどな。それじゃ最後に隠し味としてこれをですね。ななみちゃんからもらった六甲の隠し味っぽいかもしんないお水。冗談でも怒りますよ。待っていたぜ、この時を。時代はこの俺、酒井陸。暗闇に乗じ、いざ。酒井くん、混乱してないでどうにかしてよ。先輩。ヒロト！ヒロト！ヒロト！
ってやつは。負けたぜ。お前は今究極の地平にいる。さっさと離れなさいよこのバカ。カモサ君、闇鍋は危険ですね。そんな俺の暗闇スキンシップ計画は、てめえ自分がいい思いしたからってずりぃぞヒロト。じゃあ嫌な思いをしたとでも言うつもりか。思い出せ、手のひらに感じたあの柔らかさを、感触を。もう一度その手に得たいとは思わないのか。なあヒロト、素直になれ。素直になればその願いが叶う。ルーク、 I'm your father。惜しかったな。はい、私ですか。俺に任せれば次で決まるのにな。俺の記憶が確かなら、鍋料理が大衆に広く知られるようになったのは明治時代以降の話だ。こう聞くと意外だと思う者もいるだろう。もちろん明治以前にも鍋というものはあったが、盛り上げてやろうという俺の心遣いがわからんのかね。ん？第2回ピアキャロット新メニューの編。ヒロト、さっさと食おうぜ。美味しそうですね。控えめですけど香りも十分。なんていうのかな、こう食欲をそそられるっていうか。はあ、お鍋は人を惑わせますです。ありがとうございます。うまいぞー。この癖がなく香
香り豊かでまったりとした味わいは。おいしい。なあ美咲。何お姉ちゃん、うまいのはいいけどさ、お前こんな変わった形のキノコどこで買ったんだ？あ、それはね、農学部の人たちに事情を話して分けてもらったの。ハイパーキノコってワンアップも夢じゃないって、なんかよくわかんないこと言ってたよ。ヒロト？ヒロト先輩？どうしたヒロト？鴨下くん？どうしましたか鴨下くん？何でしょう。あらあら、それは大変ですね。何かお手伝いはできますか？困りましたね。いえ、私が困るのではなくてですね、多分鴨下くんが後ろの人に困った目に遭わせられるのではないかと。ヒロトのアホ！ここは確かに休憩室。でも考えてもみて、休憩という言葉は今までどのように扱われてきたのか。休憩とは名ばかりの肉欲の宴。興奮した野獣に連れて行かれる純粋な女の子。あなたの信じてきたものは全てまやかしだったのかも。何もしないからという言葉も、平穏な日常も、愛も友情も希望もみんな。以上を踏まえて、私のお薬を飲みましょう。あれ？正気に戻った。おかしいな、軽く飛び込み自殺したくなるようなうまい言い回しだと思ったのに。昔のお侍さん曰く、傷口にはお酒を吹きかけるのが一番よ。消毒薬としてお店に一本、お買い得よ。私なしでは生きていけない体になっちゃった、ヒロピー。あんまり私に会うと
バッドエンドになっちゃうわよ。響きが悪いなら七海エンドでもいいけど。キャン、ヒロ君のエッチ。ヒロと平気。あの七海先生、わざわざごめんなさい。お、ご機嫌じゃんか、七海ちゃん。ツバメさんと遊んでいたの。ツバメ？もう片付けは終わったの？はい、おかげさまで。それじゃあ私は帰るわね。一応手当てはしといたけど、心配するほどのものでもないし。はい、ありがとうございました。あのごめんね、ヒロト。そのなんか手加減できなくて。まあお前は頑丈だけが取り柄なんだしよ。次はヒナの一撃ぐらい耐えられるようになれよ。あのこんなことは言ってますけど、七海先生を呼んできてくれたのお姉ちゃんなんです。うねっ。だから本当はすごく心配してた。あ、ちょっと黙ろうな、美咲。うるせえ。壊れたら困るから仕方なくだよ。壊れるって、そのミウ先輩じゃ。ヒロト、ごめんなさい、鴨下くん。私のせいで。じゃあ次はお呼びになりましたか、ヒロト先輩。お鍋を安心して任せたいのであれば、この塩付き桜にお任せくださいなのです。はいです。好みに変えてもヒロト先輩のお口に合うお鍋を作り上げますのです。お鍋。ああ、俺知らねえっと。